で招待状を送信してて受け入れて、これからコークなんですよ。コーク画面、原田選手がコーク先投げで 2.58 センチ、対する湯浅選手が1.73。 さあ試合開始です。原田翔平選手が先行、うわこの感じでね入れるっていうのがすごい才能を感じますよね、原田選手。まあにしてもですよ、ダーツバーフェーマスのボード、浅田聖吾投げすぎでしょっていうぐらい傷んでますね。もうそろそろボード変えてください。ダーツバーフェーマス選手ボード変えてください。すごいっすね、この痛み方。どんだけ浅田聖吾グルーピングしてんですかみたいな。さあそして原田選手、いや好きだな、このなんか PDC プレイヤーっぽい感じのこのフォーム。まあ、せっかちなのはせっかちなんでしょうね。せかせかしてますもんね。待ってる最中から。ナイスアレンジ、しっかりとインナーでアレンジしてきました。勢いを感じますね、原田選手。決まらず。さあワンチャンス、かなり難しいワンチャンスですが、決まらず。面白いですね、この原田選手。原田選手面白い。イケイケですね。さあそして湯浅選手先行の501。
flag. Game on. いいなあ、こんなポン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 投げれるようになりたい。でもやっぱ練習しないとダメでしょうね、このポンポン投げれるように。みんな PDC プレイヤーは早いですもんね。うん、これはコールされる前だからちょっと反応しちゃうんですよね、これね。おー、ワイエティ、このスピードでトンエイティ投げられると気持ちいいですね。湯浅選手もバッテリーチャージしてきましたけどね。さあ80、20ラインしっかりとね決めてほしいですね。うう、さあワンチャンス、ヤス選手115、19からブルから。少しアレンジの方が決まらず。さあ90人残り60から。決まらず。さあダブル。6本ミスってますよ。さあここはしっかりいきたい。よし、よし、原田翔平選手、勝利。